どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。ヨシミツです。BO3 チームデスマッチシアター後付け実況。ということで、今回は初期サブマシンガンを使っていきます。で、拡張マガジンのグリップだけつけてね、プレステージしてるのでね、つけるものが特にございませんでしたのでね、2つとコンカッション2つとフラグ。あんま使ってないですけどね、正直。では、スタート。ブラックオプス、CDP を残らず叩き潰せ。で、このステージは駅でかなり狭めのステージになります。まあ外で戦う時もありますけどもね。ワンダウン、後ろ来てる。倒しきれない。いや、今の倒せたらちょっと良かったんですけどね。さて。もうダメージ食らってる時に打ち合っても勝てねえからな。で、このサブマシンガンはまあ使ってる人もかなり多くて、結構射程も長くてね、使いやすいサブマシンガンになってますね。死んだ。で、自分的には拡張マガジン、入れるのがかなりおすすめ。まあ、連戦もできるし、まあ、エイムが下手な私としては、弾数が多い方が戦いやすいのでね。よし、もう一人倒した。リッパーが溜まった。いっぱいいたね。さて、リッパーが溜まったが、さあ、このステージもね、リッパー使って、まあ、常にもうリッパー使ってます。角待ちはいない。あ、今の倒しきれない。第6巻が反応してるな。リッパー、もう一人、キル。で、一番リッパーのいいところは、リッパー、リッパー使っても、リッパー使っても、普通に射撃ができるところかな。まあ、全くリッパーが、使えないステージもっていうか、戦いもありますんでね。いたぞ。追いかけます。追います。よし、倒した。リベンジだ。一人、もう一人来ると思ったけど来なかったので、痛い。ナイスキル。向こうにまだいるな。壁走り。はい、撃ち落とし。もう一人倒して。一回後ろに下がってコンカッション。一人倒すけどもう一匹来たそう、コンカッション使うそのタイミングというのもね、かなり難しくて、ほとんどコンカッションなんて私は使わないので、あの人食らってるな、コンカッション。でも隠れちゃったな。出てきてない。顔出した。よっしゃー。ほんともう、使いやすいサブマシンガンっていう感じですけど。で、私的にはですね、うわー、今のはリッパーだー。私的には、サブマシンガンは、まあ、本当に、このサブマシンガンは本当に使いやすいんで、ぜひサブマシンガン使う方はね、レートが、一番高いサブマシンガンも強いんですけど、十分。でもやっぱなんて言うんですかね、その中途半端な、私みたいな、なんか中のゲーぐらいの強さというか、もうゲの強さの私的には、すぐね、弾切れを起こすサブマシンガンはなかなか、まあ、うわ、クソゲームだ。レート速い武器はなかなか使いこなせないのでね。実際はまあ、弾数多めで、ちょっと複数相手にできる、ちょうどいいサブマシンガン。殴ってた、そこ。ね、壁の色がね、ティッカと思っちゃって。コンカッション投げる。サイスが待っている。すげえ撃ってる、すげえ撃ってる。倒した。下におります。誰もいない。一人来た。もう一人いるぞ。リロードして。OK、倒す。5連続キルを達成。でもね、やっぱ威力はかなり、サンマシンガーは弱い。レート頼りに。やめてー
もうほんとレート頼りになるのでね、ちょっと威力高いあの武器と打ち合いになるとどうしても負けちゃう。うわー、今の倒せない。ゲームがちょろっとずれてたね。さてさて、 OK、 倒してヘッドショット。後ろ湧くかな。本当チームデスマッチの本当リスはすごいスピードで変わるから、本当に後ろ危ない。リッパー、倒しきれてない。やばい、ここ一人一人で戦ってる。やばい、ぐわまあ真ん中一人はちょっと無理ですよね。さあただいまの成績は19の10、おい2位の人がね20の3なんだよね。もうどうなんだろう、角待ちをしてるのか、それともまともに戦ってあるなのか。あれでまともに戦ってあるならすごすぎるけどね。危ない危ない、危ないね。よいしょ。敵 UAV 発見。敵の UAV オンラインが、しかし OK。 うーわ、ビリビリー。さてっと、さあちょっと20の12、まあ微妙な感じになってして、敵のダート接近、ラスキルはもらった。ということで、初期のサブマシンガンもかなり安定して使える武器だなと、私思いますんでね、ぜひ、皆さんもサブマシンガンを使うときはこの武器おすすめなんでね、拡張マガジン入れて、戦ってみるといいんではないかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまたね。